भाई, गोपियो भाई, जो सब नी ईची दस रुपए सात रुपए बसा देवी चीज है रोट चीज है खाई बस फूमी ता खाई बस सेंटो मेरी बसा सा केसोरेस नो सात्रेस ここからはフェミニンの決勝レース24名で争われます。競技時間が35分プラス2周回でアップします。さあいきなりの決勝レース、皆さんしっかりとご覧いただきたいと思います。さあ先ほども、スタートエリアから見ておりましたけれどもね、チームレディーゴージャパンの、選手がもう軒を連ねるような形で前先頭を追います。同じジャージの、ね、選手が並んでいるという、その状態でございましたけどね。さあここからのレースを、しっかりと見ていただきたいと思います。わけなんですが、先ほど、1周回を終了いたしました。1周回終了いたしました、2分24秒山下選手を先頭に2分24秒の、団子状態、集団を形成いたしまして1周回を終えております。さあここでオーダーを紹介してまいりましょう。まずは絶景ナンバー701番の米田和美選手、レディーゴージャパン。絶景ナンバー702番、土屋直子、レディーゴージャパン。佐藤咲子、同じくレディーゴージャパン。今回は703番の絶景をつけまして参戦です。704番は赤塚ギリゲ選手、同じくレディーゴージャパン。そして坂口清香選手、絶景705番の絶景をつけまして、レディーゴージャパンからの参戦です。伊藤杏奈選手、レディーゴージャパン。706番、坂口福香、同じくレディーゴージャパン。707番。そして708番は寺川由紀、レディーゴージャパン。そして709番は高橋水江、稲目アイランド、下野山形。絶景ナンバー710番岩切レイ、スペース0ポイント。711番、木戸真央、ミュンゼロ、ゼロフューチャー。712番、前島律子、チームフィット。絶景ナンバー713番、笹岡真奈美、スクワードアコースター作り手。
714番西塚由美スクワドラコルサチクリヒデ715番サリタマミ竹芝スタイフルレーシング716番高山麻衣子竹芝サイクルレーシングデッケンナンバー717番笹本智子竹芝サイクルレーシング鳴島フレンドからはデッケンナンバー718番の絶景をつけまして関地香里719番古川麻里恵リーソールデッケンナンバー720番栗田優奈住田ラバネロデッケンナンバー722番高橋奈美ギレス・ソーダ・フェミナンデッケンナンバー723番青木久恵ローインレーシングチームデッケンナンバー724番谷本直子ローインレーシングチーム以上出走台数が23名となっております。
Thank you.
2周回目、9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 周回目
クラスター E3の決勝が12時45分からスタートいたします。ここで、選手の呼び出しを申し上げます。選手の呼び出しを申し上げます、別件ナンバー324番の、立教大学自転車機終了いたしまして、現在トップは別件ナンバー704番レディーゴージャパンの赤塚ゆりえ選手先頭といたしまして、レースは展開中、9周回を終了しまして8周回目とレースは展開しています。さあ9周回、現在時刻は12時23分となっております。レーススタートいたしましたから、24分40秒経過、24分40秒経過、全体的なレースの展開でとしましては35分プラス1周のレースとして2周のレースとなっております。このフェミニン決勝、今回の開幕戦フェミニンツアーの第1戦は、決勝レースを行っていまして、23名での出走、競技、時間に関しましては35分プラス2周のレースとなっています。さあ、現在9周回を終了しまして 2分31秒、先ほどの、9周回8周回、
大体この辺りのレースの展開としましてから、まあ、ずっと大体2分と、まあ、30秒40秒、まあ、この辺りを行ったり来たりしているというそんな印象がありますね。まだまだレースの展開といたしましては、まだ動くという部分ではないですね。全体的に固まった状態でレースを展開している状態ですから、やはり最後の2周、ないしはファイナルアップで、レースの展開は大きく変わってくるのではないでしょうか。現在この時間帯では J フェミニンツアー第1戦開幕戦の模様をお伝えしております。Forever.
あと2周回となりました。あと2周回です。ただいま時刻は12時34分から5時35分へと回ろうとしているところ、あと残り2周回、あと残り2周回となります。さあ35分間の、長きにわたるこの、フェミニンのベストレース35分プラスあと残り2周という形になります。ここで、現在見てみる形になりますとですね、大体13周回ぐらいをですね、各選手がしているというそんな状態であります。なおこの後、クラスター E3 の決勝レース12時45分から行います。12時45分から決勝レースが行われます。さあそれでは2名の選手がさあ通過してきましたね。レディーゴージャパンですね。さあゼッケンナンバー701番の米田選手、そして赤塚選手ですね。さあこのレディーゴージャパン、この2人の選手が後方の集団10秒ほど離しまして、周回を重ねていきます。14周回終了しまして15周回目へと入ってきております。さあ米田選手、そして赤塚選手ともにレディーゴージャパンに牽引しつつ、その後方10秒ほど空けまして、ゼッケンナンバー711番の、千野選手ですね、先頭といたしまして集団形成です。さあそして続きましてファイナルアップへと入ってまいります。フェミニンの決勝最終回へと入ってまいります。さあそれでは、集団が帰ってきます。ここでファイナルアップへと入ってくるという形になりますね。Back on the dance floor, bad enough to take me home. Bass kicking so hard, blazing through my beating heart. Friends kissing on the floor, heart is beating hard.そして今無線が入っていますけれども、レディーゴーが、全体前3名と、あ、違いますね、2名の選手がまずワンツーで今ファイナルアップへと入ってきました。さあここでさあ続いて、後方の集団ですけれども、さあここでファイナルアップへと入っていきます。ファイナルアップへ入っていきます。So close for you to keep us, so hard for you to leave us.
さあ、以前ファイナルアップ入りましても、絶景ナンバー704番の赤塚選手、そして、米田選手、この2名の選手がワンツーで入っています。そしてその後方ですね、13秒の、タイム差を出しまして、集団形成となっております。Beating like a disco drum. さあ、この13秒の、集団の中でどのような、レースの展開運びになっていくんでしょうか。ちなみに先ほど、集団で、ファイナルアップへ入ってきました、3番手以降の選手の中で、レディーゴーの土屋直子選手が、3番手で入りながら最終回へと入っていきます。さあ、このまま一緒だ、ゼッケンナンバー704番、そして701番の赤塚選手、そして米田選手、この2人が、まずフィニッシュを飾るのではないかなと、共にレディーゴージャパンというふうになっておりますけれどもね。さあ、この後どうなっていくのでしょうか。それではまもなくトップで最終コーナー立ち上がりまして、さあ2名の選手がどちらもレディーゴージャパン、さあランデブー体制で2人ダンシングスタイルです。さあ最後今フィニッシュしてまいりました。さあそして、プロトン集団も今、おっとこれは最終スプリント、さあどうやって抜け出てくるのか、おっとレディーゴーで泣きだ。さあ最後の最後で足を残していたという。